私も女子サッカーチームからサッカーを始めて、サッカーの楽しさを知り、サッカー選手になりたいという夢を持つことができました。もう一度ワールドカップを優勝して女子サッカーを盛り上げてほしいなと思います。ジュニアからサッカーを始めて基礎技術を身につけることによって、ジュニアユース年代にもつなげていってほしいです。みんなで攻めたり守ったりするところが楽しいです。考えながらプレーしているところがすごく勉強になってるんじゃないかな。シュートを決めるところが楽しいです。親子同士でやっているので、友達とすごく楽しんでるっていう感覚でこちらも見ていて嬉しくなります。今年から WE リーグも始まるので、一緒になでしこサッカーを盛り上げていきましょう。